みなさんこんにちは金幕にポップコーンあー何ですかそれはチェスの駒ですかすごいちっちゃいのが白とあの黒のクイーンですはい。ク,クイーン、ね、あ今回のドラマにぴったりなレマはいこっちが選んでいただき <laughs> 今回はですね <laughs> フリックスのドラマクイーンズギャンビット取り上げたいと思います <laughs>、えー、メンバー私静方と今井とライターの山田です はい。三人で働きしていきたいと思いますわりかし珍しいメンツで <laughs> そうですね何かでやったことはありますよね 呪ンか何かをやった気が、同じくネットフリックスドラマですね。<laughs> はい、今回の作品もかなり今、ネットフリックスで話題となっている作品ですあの。日本では多分ナンバーワンにはなってないと思うんですけど、日本以外の地域ではなんか1か月にわたってネットフリックスのランキングナンバーワンになっているという。すごい、全世界で大ヒットって感じですよね。そうです特にやっぱアメリカ欧州が強いんだけど、まあ、日本でも好きな人は結構ハマってるんで。 まあこれれかかららも見られるんじゃないかないと思ってますねはいはいえー、で今回のチェスについて、えー、チェス天才チェスプレイヤーについての物語となっているんですがちなみにお二人はチェスの知識というのはどれくらいありましたか今井さんは将棋好きです、ね、はい僕は将棋は打ちますしここにあるといの昔からチェスボード持ってました<ー>これはお父さんに買ってもらって<ー>えっとまあ僕は将棋もお父さんにあのあの買ってもらってやるようになったんだけど あのやる相手がね、お父さんからしかいないからあの、将棋はずっとお父さんとやっていつまわりかもう勝ちしかなくなって、チェスに関してはもうあ相手がいなかったんで、ルールは知ってるけど、やる相手はいなかったんで、うん、ほとんどやったことはないです、あんまり、人とは。あじゃあパソコンとかでもね。パソコンでるとしたらパソコン相手でやるか、ね、そうそうそう。まあ、それで普通に打つことも,もちろんできるんで、まあ、いきますけど、まあ、あの、この,あの話に出てきた大体の知識は大体知ってる話。もうすごいですね。 山田さんはどうですか？いやー私将棋とかチェス、駒の動かし方を知ってるかなぐらいで、まあ、うん、ほぼ知識はない感じですけれども、このドラマは楽しめましたので、最初に言っておきたいことは知識がなくても楽しめるドラマで強ということですね。その通りです。私も、はい、あのチェスの知識全くなくて、はい、まあ駒の名前ぐらいわかるかなぐらいな <laughs>、はい、本で見たんですけれども。<の> <laughs> あのまあ感想は後々言うとして今回はねチェスを知ってる人と知らない人両方いるので、はいまあ、それぞれ見え方が違っていたかもしれないって話もね、はい、後々できればと思います。はいはい、じゃ早速、えー、クイーンズギャンビットの概要からいきたいと思います。えー、今回取り上げる作品は えーとローガンの共同脚本や、えー、同じくネットフリックスの西部劇のドラマ「ゴットレス」という、えー、作品がありましたがそちらのクリエイターと,知られるとして知られるスコット・フランクが、えー、ウォルター・テビスによる小説「クイーンズ・ギャンビット」を映像化したネットフリックスのリミテッドシリーズとなっております、えー、リミテッドシリーズなので全7話で完結しています、えー、10月に公開され、まあ、今でも結構大ヒット世界中で大ヒットした作品です 物語としては1960年代を舞台に母親を失った少女ベス・ハーモンが養護施設でチェスと出会い、まあ、依存症に苦しみながらも世界一のチェスプレイヤーへの道は歩んでいく作品となっています。はいということで感想を早速語っていきたいと思いますがいつも通り最初はネタバレなしで感想を語ってきますのでまだ見てない作品見てない方もぜひ聞いていっていただければと思います。 えー、まず今井さんからいきましょうかネタバレなししお願いしますあまあ、はいまあ、あの基本ネタバレっていうほどのなんかすごくなんかどんでん返しかそんなんないんですけどまあこのえっ、ー、となんかうんーとドラマはある意味その天才もののかなり王道をいってるとは思うんですよね。まあ、うん えっと基本的に天才者っていうのは何かハンディキャップとか逆にあった方がなんか入るっていうところもあって基本的にある,あるんですけど、まあ、この子の場合はまあ,あのその工事であるという設定とか、まあ、お母さんとの関係とかいろいろな障害がありつつまあ、それでもやっぱりチェスが好きというかチェスがで勝ちたいっていうなんかその一途なあの思いを、まあ、最終的になんか その消化させるっていうか、まあ、最終的にまあ勝っちゃうのはねだバれっていうことじゃないけど勝つ方向の、まあ、ハッピーエンドの方向になるんですけど、あのー、特徴的なのは何て言うかなその深いなんか設定みたいなのを散りばめつつもあまり解決せずに、まあ、ある程度進んでいくと。 まあ、一番重要なのは、基本的には、うん、あの親子関係と、まあ、あの依存の問題なんですけど、この辺りは結構、序盤からかなり示唆的に伏線張ってるんだけど、まあんまりはっきりとしか書かれないんだけど、最終的には、なんかそういう締めっぽい話を、ある程度、まあそういうのはあるけどいいじゃんみたいな感じで <laughs> <laughs> あの、なんか最終的にチェス好きだからいいじゃんみたいなふうな形にしてるのはあの、なんか見た感じでは結構爽やかに見れるから、いいところでもあり、なんかね、ちょっとね、引っかかるところでもある。 物足りない、とか物足りないな考察しちゃいたくなるよね、やっぱり何があったのかとか、やっぱりその母親の関係とか、あとやっぱり一番なんか疑問に持ってたのは、クイーンズ・ギャンビットっていうタイトルが何なのかっていうことはずっと考えてたけど、あ<ー>これはあのチェスオープニングの一つで、えーとまあ、非常にありふれたチェスオープニングなんで、特別なもんじゃないんですけど、そのチェスの戦術の中ではオオーーププニニンンググっっっててていいうう戦略意味で。<laughs> えーとオープニングっていうのはいわゆる序盤の戦略で、うん、チェスっていうのは非常に将棋に比べればあかなり早くあの終わるというか短いんですよね。でやっぱりその序盤がかなりガチガチで、えー、とぶあの常識的にさせる手って34種類しかないぐらい。 かな変な手に出なければなんでその中のバリエーションがいくつかあるんだけど、まあ、クイーンズ・キャンビットっていうのはそのクイーンの前のポーンを進めるっていうあの一つのオープニングでまあそんな珍しくもものじゃないと、まあ、ただそのギャンビットって言い方はなんかおしゃれなんだけど何なのかっていうと基本的にはポーンをあのあえて相手に取らせる手っていう意味なんですけどあのそこが非常にもしかしてなんかそのメタバー的に意味があるのかなって考えてたんですよ。 なるほど彼女にとってのポーンは何かってこととあとは途中でタイムーの編集者っていうかインタビューが来てポーンは母親キングは父親クイーンは母親キングは父親とかそういうメタファーを話すわけじゃないですか。であれを真に受け取ると何か意味あんのかなって思って考えていろいろ考えた結果意味ねえ彼女自身いやただの駒だからあれはそう言ってるしこの作品に に関してはそういった問題はあるけどそこに深い意味はありませんっていう態度が最終的なメッセージなのかなって気はしたでそこの部分はあの割り返しドライかつなおかつえっ、ー、とな,なかなかその挑戦的とも思えるポイントでだから結果的に何が目立つかっていうとこういうそのなんてくださいプロデジ、えー振動が勝ち上がってくる中ってなんか必ずオブセッションとか なかそれがまあ母親との関係とか父親の関係とか恋人の関係とかでもそっちに話しつづられたらなんかそういうなんかそのち,ょちょっと締めっぽい話になるし特に女性を主人公にした場合これってチェスの話じゃなくて母親関係の話でしょってなったらそれはなんかこのドラマの失敗な気がするとこがある。 だからそうじゃなくて、そういうのもあるけど、これはチェスの話なんだってやりたいから、その辺をあえて切り落としたっていうバランス感覚が、個人的には色々考えた結果、すごく面白いなと思います。うん山田さんはどうでしたかそうですね、私もあのすごく王道少年漫画っぽい,ぽいっていうのは、いろんなところで言われてると思うんですけれども、本当になんていうか地方大会編、全国大会編、世界大会編みたいな、本当筋肉マンじゃないですけど、<laughs> そういう感じの、で こう7話のシリーズって結構映画と比べれば長く語れるところで区切り区切りでちゃんとその出来事の区切りもはっきりしていて分かりやすいでそこ分かりやすいストーリーテーリングであるんですけれどもその主人公が女性っていうところで全部の部分にツイストがかかってるっていうのがすごいこの作品の面白いところだなと思っていて割とだからあの女性だからちょっと対戦相手とのロマンスも。 あるわけじゃないでで、すかで。それってなんか、うん、多分私はあのオタクの女子だったんで八百井的な愛好の仕方を少年漫画可能だっていうのは知ってるんですけどすごい八百井的でもあるなっていうところが思ったんですねその対等な関係性を切り結びつつちょっとこう情を交わすみたいな部分もあってだからそこがそうドラマとして普通に描いてるけど普通の スポコンものとはまた違ったツイストになって主人公がめちゃくちゃおしゃれっていうのもそうだと思うんですけれどもすごい男になってるわけじゃなくて女性のまま、はいはい、戦ってるっていうところで,でもうその王道少年漫画的な流れがあるのでこう映,画だ映画2時間の尺だったら本当に依存症の問題に最終的に向き合うみたいな天才ものってたくさんあると思うんですけれども、うんうね、でもどうそれはどうなんだろうっていうところも踏みとどまったところに新しいなんか あこの作品の王道だけどそれだから新しいっていうところがあるのかなという感じはしました。あのえっと役者の演技とかはどうでしたか？いやすばら素晴らしかったというかキャスティングが良か, <laughs> かったですね。良かったですね。はいそのアニャティラジオもあの。 シャマランさんのスプリットとかで私は存在を知ったんですけれども、はい、ちょっとこう何ていうか個性的というか他の女優さんとは違った雰囲気を持ってるんですけども本当にその感じがよく出ててちょっと怖い雰囲気というかぶっきらぼうな雰囲気もあるんですけど多分対戦相手にしてみたらそう怖いだろうなっていう感じの <laughs> <laughs> 何考えてるか分かんないこの女性みたいな雰囲気はありつつあとあの子役出身のあの ラブアクチュアリードラム少年、はい、はい、<う>あの子ね、そう <laughs> 見覚えあると思ったら <laughs>、はい、あの子また、あ、ゲームスローンズとかにはね出てたりするんですけど。はい <laughs> トマスブロディサングスターですね。そう、はい、ちょっと童眼でなんですけど、今回の話で髭を生やして。ちょっとファッションも、あの、なんというか。まあ、コスプレっぽくなってちゃった。あの独特の。そう、セーブのガンマみたいな。あれ、あの服でも、この人がどういう感じの人なのかって、なんとなくわかる。全然やっぱ、テンショによるストーリーテリングですね。エキセントリックなやつだっていう感じが、もうビンビン伝わってくるっていうか。はい。 はい、あの彼が演じてるキャラクターも、えー、と実際にその子どもの時から、えー、とチェスプレイヤーとして本当に活躍してきたキャラっていうなキャラクターだったのでちょっとその実演じてる人とのなんかちょっとパラレルみたいなのが <laughs> すごい大学のカフェであの格好の人がいる感じってでも,あでもいなくはないよなっていう感じも <laughs>、まあ、60年代の話なんですけど。<laughs> い<や>まあ、あれはあの まあもしかしてボビー・フィッシャー元ネタなのかなっていう雰囲気が少しありましたね。あ<ー>あのボビー・フィッシャーはこの当時の、まあ多分アメリカ人のチェスプレイヤーで一番有名なのは彼なんですよね、ボビー・フィッシャー。映画もありますもんね、ボビー・フィッシャーを探して。ボビー・フィッシャーいくつかあって、トビー・マグアイが出てる方の,あの電気映画も見たんですけど、はい、まあそんなによくできてないんだけど、<laughs> <laughs> えっと重要なことはあのこの時代を,いを描くこと自体にはまあ明確なその狙いっていうかあって、 あの結局のところ、アメリカ人にとってチェスってそれほど、ね、馴染みがあるもんじゃないっぽいんですよ。どちらかというとヨーロッパのもんだからで。アメリカ人全米オープンなのに、なんかすごい,ょぼいところで、<laughs> なんか二流大学のレクチャールームでやってたりして、これ全米オープンですかね。<laughs> まあ、あの、彼らもね、あの、ソビエトならもっとすごいんだよみたいな話をしてたけど、実際そうで、当時のあの、アメリカのチェスプレイヤーはそんなに多くないんだけど、ただ、ソビエトと、ともちろんアメリカはもう敵対国だったわけ、60年代は。冷戦時代、ね。冷戦時代。で、その中で、ボビー・ヒッシャーが、そのソビエトの選手に挑むっていうのが、なんかその、いわゆる代理戦争になってたんですよ。アメリカ人にとって。だから、アメリカ人にとって、チェスの時代ってのは、この60年代後,後半だっていうイメージはすごく強くて、 ああ、もらうこね。厳然とライバルがいたってことですね。ライバルがいて、まあ、一番おいしい時代なんで、この時代にする必然性はやっぱあったんだ。まあ、そもそも、あの、オルダー・テイビス自体も、えっと、自分の小説をおそらくそこら辺に、あの、舞台にしてるっぽいんで。はい。そのなんか男の子の方は、まあ、モデルのチェスプレイヤーがいるけど、えっと、ちなみにあの、このね、アニャ・テイラ・ジュイが演じてる主人公自体はね、完全なるフィクションという。そうですね。まあ、そうですね。逆に珍しはい。 あのあすみません、えっ、ー、とあの e r ておくと、まあ、女性チェスプレイヤーはですね、えー、とかなり強い人は現在かなりいるんですけど、うん、えと60年代当時、これだけ活躍できたって人は、まあ、ほぼありえないぐらいなんでん、まあ、そこはかなりフィクション性は強いってことになってますね。今,今だと,、えー、とトップ10入りぎりぎりするぐらいには女性1人ぐらいいたりするんですけど、まあ、それでもやっぱりどっちらかというとヨーロッパの選ハンガリーの人かな、強いう人だったりするんで。 まあ、なかなか女性が活躍するのがつらいつらいというか厳しい世界なのは、まあ、昔からずっとそうだっていうのは間違いないです。モデルがいない分、まあ、自由度はあるとも言えますけどね。ここがが違う。<laughs> 題材が渋くて、で女あの 本当に実際にの年代を、想定してっていう意味では。実在の人物の話なのかなって、結構途中まで思ってました。うん、<laughs> 私も思いましたよ。はい、今時。はい。珍しいなと。いいなうん。まあ、なんかあ、ありそうで、やっぱ、まあ、ない話みたいな、まあ、設定は上手いとは思うんですね。まあ、ただ、その、ウォルダーデビスがこの小説を書くときには、やっぱり、その、自分の体験を彼、メインにしたらしいです。お<ー>で。うん この映画,映画っていうかドラマの中にも何度か出てくるけどチェスプレイヤーが破滅的な人生を送るみたいな <laughs> あのことは、まあ、ある種のなんかすでにそのクリシェにはなってったところがあって、まあ、誰々が何かしてあの薬に覚えて死んだぞとか言われるじゃないですかうんいろんな人からね。ロックミュージーシンとかそうだけど、まあ、チェスっていうものがやっぱりその,のめり込む対象としてはそれぐらいその人生を破綻させる原因になるみたいな描き方は結構やられてて。 原作の,さあの作者のウォルター・テビスもやっぱりかなりその何ていうか薬物依存症とかアルコール中毒になったらしいですうんまあ時代もあるのかなっていう気はしますけどね今よりもその割とカジュアルなそうドラッグが流行ってたりとかね、はい、うんそれはあるかもしれないウォルター・テビスもチェス,チェスプレイするんですかもちろんそうらしくて <laughs> 僕は調べただけですけど、えーとまあ、あのかなりの腕前だったらしいですようん。 でまあ、あのこの原作自体はそのチェス業界でもやっぱり有名な本だらしくて、まあ、逆にチェス業界以外であんまり知られてなかった気もするんですけどあの非常にあのチェスプレイヤーからの評判も良かった本だっていうふうにが聞いてますなんか彼あの作家としてはかなり有名な本なんだけど日本のこれあの翻訳もまだ全くされてないんですよ、ね、あいっそう球から 地球に落ちてきた男とかは,とかはとハスラーとかはあの翻訳あるんですけどこのされてなくてであの今ネットフリックスで原作本を探すとキンドル版はネットフリックスじゃなキンドル版であの探すとネットフリックスのねちゃんとあのイメージになってて向こうはの<あ>の便,乗便乗で原作も多分売ってるんですけど、うん、もしかしてこれ人気出たら日本でも翻訳されるかな <laughs> 可能性はあるかなとは思ってますけど。 そうですねちょっと読んでみたいですね結構短いみたいなので,であそうなんですねはい、えー、200ページぐらいってい英語の原作ではってました簡単なら読ん,<の>読んでないですがどう、ね、<laughs> 勉強があったら一字一を演じたアニャ・テイラー・ジョイもんかもう「一日で読みました」とか言っ,て<ー>言ってたので,で夢中になって。ケースの専門用語あったらかかんないかない <laughs> その辺は多分ね文章の方が読みやすいし調べればと思いますよう、うん、そうですねじゃあチェスの描き方についてちょっと話したいんですけれどもあの山田さんはねさっきそのチェスあんまり知らなくても全然楽しめたっていうことだったんですが、うん、あまあ実際そんなにそんなにチェスについてはねそんな説明がないですよねその細かい動きとかそこまでフォーカスしてないような気がしたんですけど。 うでしょうまあそれはその通りでまあ、これでのあのー、作品のあのすごく難しいところはあ,のあまり深く書きすぎると一般の人わかんないし浅く書きすぎるとなんかそのなんかちょっと知ってる人からするとなんかバカにしてんのかよみたいになるからまあ、そのバランスが逆に良かったと思いますね <laughs>、うん、であのこのお話はチェスに関してはほとんどルール説明もかなり雑に終わるぐらいなんだけどまあ大体知ってると思うんですよねあのキングを取ったら勝ちとかねははい、はいチェックメイトすると、まあ、ただその まあ、なんかそのと、あのー、こ固有名詞の忍ばせ方とかうまいのとあとはやっぱりそのあれですよねチェスっていうものを視覚的に描写するのはうまかったですね。これはもう発明かなと思ってましたよ、うんあの。天井に映るっていう設定はおそらく小説にあるんだと思うんだけどはい、はい、実際に映ることによってかなり幻想的に見えるじゃないですか。まあ、こういうに、ねはいであれをやるのがまずうまいし。 で彼女がそのいろいろなことをしながらなんとなくホテルに泊まりながらこれチェスンでね駒を動かしてるシーンが様になると、それ <laughs> でファッションスナップみたいな感じ。うそうですね。マネージャーの多分その手の動きとかが上手かったりするのもあると思うんですけど、<ー>なんかたインタビューで言ってたのはなんか彼女のその動かし方みたいなの。 なんか自分で思いついてなんかチェ実際のチェスの監修してくれる人がちゃんといるんですけどこういう動かし方してもいいって言ったらそういうチェスプレイヤーは自分は見たことないけどなんか見た目いいからいいんじゃないってってそれにしたとか言って,言ってるぐらい、まあ、結構こだわってそのどうやって指を動かすかとか。 彼女自身考え結構ね,あのねボードゲームのなんか話って将棋にしろチェスにしろかなりさそのカットが決まってしまうしなんかありふれたものになっちゃうわけじゃんつまんないじゃんだからその意味ではチェスっていうものをいろいろね価格とかボードとかその駒を駒をかなりあのその前の方に置いて後ろの方を下界振動を下げるみたいな形のぼやかす演出とかまあかなりいろんな。 工夫したと思いますで7回でまあかなりやりまくってこれ以上はできないだろうみたいなのをやったからもう頑張ったとは思いますねチェスの見せ方というイメージ的なもの逆,逆に将棋だとここまでおしゃれにできないっていうすごい悲しい話がありまして対局者の顔芸と顔芸顔芸。顔芸 <laughs> それだけなんですよあの他に将棋の映画とかあるんですあ,るありますけどね日本はあの結構やっぱりみんな苦労してるんですよあの対戦シーンをどうするか まあチェスクロック置いてバスってやるとかもいろいろあるとは思うんですけどでもまあこの映画,本映画じゃないドラマすごく頑張ったと思います、ねうん、に見かけはまあ顔芸もねちゃんとありましたねああそ,そうですね何も <laughs> ルール展開は分からなくても顔芸であのあ今どっちが勝ってるんだって分かるのはありがたいですよね <laughs>、うん、<laughs> 基本的な演出というか <laughs> うねあそこ本当役者の腕にかかってるところありましたしアニャテイラジオ実際とてもうまくてでなんかあんまりあからさまにしすぎちゃうとその 場面としておかしくなっちゃうとかうんあんまり相手に見えるような演技してたらおかしいのでそのキャラクターとしては隠したいんだけどでも出ちゃうみたいな焦り,焦りの表情とかなんかもうちょっともうどうしようみたいなの <laughs> とが <laughs>、まあ、とてもすごくうまくてなんかチェスのシーンなんだけど2人の二人がねチェス盤を囲んでるだけのシーンなんだけどとても面白いし手汗握るような感じがしました逆にその知らなくてなんかここはどうなのって分かんないとこってあった まあ話以上ないとは思うんだけど <laughs> 立ち止まって考えなきゃいけないようなところはなかったのがやっぱすごいですよね。どっちが勝ってるんだろうとかわからなかった、はい、っていうところは確かにないですよね。 もうシシリアンで行くって言ったら、シシリアンで行きますみたいな。この番組のなんかライン公式ラインスタンプとかで作ったら、もう。それもね、あのチェツのいいところで、あのオープニングの種類って、基本的には。なんだろう、そのプレイヤーの名前とか、ルイロペスってのは、あのスペインの超古いプレイヤーなんだけど。十六世紀とかだと思うんだけど、あのシシリアンディフェンスっていうのは、もうシシリアと。 っていう意味だからそれを使うことでなんかそのつまりエキゾチックというかちょっと記、ね、憶が高まるんでんあのこれがね将棋だったらねなんだろうな三間飛車で行くとか四間飛車でい楽いといね <laughs> 味がいあるんだけどちょっとおっさんくさい雰囲気でならざるを得ない。<laughs> <laughs> なるほどね。シシリアンかっこいいですよね。はい、いいな,なんというか、ほんと異国情緒ありますもんね。<laughs> うん。<laughs> まあ、あのどっちが勝ってるかとかはわかるんだけれども。でも細かい。その戦略とかなんかここに置いたから何なの？みたいなのはまあわかんないですね。 で形勢が逆転したんですかみたいなニュアンスがわかるけど、まあ、正確にはわからないまあそういうのをもどかしいと感じる人ももしかしたらいるかもしれないかな <laughs> まあそのあたりはいくつかその第三者に説明することによってなんかそのどあの視聴者に伝えるみたいなことは結構やっててお母さんに結構あの義理のお母さんに説明するシーンが多かったんで。 あの,あの時き私はこうしたんだけどあなたあ相手はこうしてでそこでなんか化けたのよみたいなのをなんか語ってくれるのはなんか不自然だけどあえてお母さんにあの子が喋ってるっていうシーンをかませることによって自然に描写できてるみたいな。<laughs> いやでも本当専門的なあの競技の漫画とかって絶対解説するために知らないキャラ出しますもんね。解説 <laughs> でも後半の方にやると結構チームメイトっていうかそう仲間が増えてくるから仲間がちょっとねあ今の手は何とかみたいなみんなテレビとかで見ながらやってくれるから <laughs> なんか盛り上がりが伝わるっていうか、うん、実況みたいなのはやっぱりうまく入れてくるところはありますそうですねはいじゃあ他にあのネタバレなしで最後ここが良かった、えー、悪かった悪かったみたいなことありますか映像とかプロダクションの<あ><問>プロダクションも絵が決まりまくってるのが <laughs> やっぱり家の、うん、あのあん 盛られていく家のカットっていうのがすごい前編を通して決まりまくってて色彩がちょっとさあの序盤と中盤終盤で変わっていくんですけれどもそこがやっぱりドラマのなんていうかテンションというか、うん、今いる状況みたいなのも描写しているのが本当にうまいなと思いましたこれは。はい。 <laughs> 最初1話目がなんかもう結構割となんか j a ア,イアーみたいな雰囲気で、ね、個人で <laughs> まあまあ結構グレーで光がなくて、まあ,結構あんまり光も入らないところ<ー>学校にいる感じ<の>とかからまたどんどん,ん、ね、白とか黒とかそういったすごいね,あのねダークなっていうかさなんかあんまりビビットじゃない色しか着てないからねみんな。うんうん、でそれから彼女の世界がどんどん広がっていくにつれ、まあ、あと幸せとかにもこうしていくのかな、まあ、ファッションとかに。 もう好きになっていくのでどん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 華やかになっていったりするのでとてもそうですね、うん、あのファッションもやっぱこれでこのドラマで日本で一番話題になってるのってファッションだと思うんですけど、うん、そのメイクがあるっていうのはすごいなと思ったのはその主人公がメイクの感じでなんとなく心理状態がわかるというか目の下にアイラインガン引きしてる時のこう。 ちょっと大敗的というか。はい。周りを威嚇してる感じというか。あと、いけてる時のキャットアイですか。<laughs> はい、もう。<laughs> ここまで引いてやるぜみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> あの感じは本当に、女性主人公ならではの。華やかさと、演出の仕方だなというのは、すごい感じましたね。 山田さんも言ってましたけどその男の世界の競技の世界だからってその彼女がその女性性を失う必要はないみたいな感じの描かれ方をしてたのも女性らしく彼女,性女性らしくっていうとまあまあその決まった形ではな良くないですけど女性の楽しみを失わずに彼女は一人の女性としてファッションが好きだったのでそのままあの彼女らしくいくっていうところが、ねね、とても素敵でした。はい チェスを買うか、お洋服を買うかじゃなくてどっちも欲しいみたいな <laughs> のがすごい今時っぽいというかすごい広くす受け入れられた原因かなとは思いました。 まあその辺はなんかそのルックとかその色味の変化もあるしあとはでも音楽の演出もまあ,まあ非常に凝ったものまでいかないけどまあいくつか面白いところはあってまあやっぱり最初のその修道院みたいな感じの雰囲気とかはまあやっぱりなんかちょっとなんか19世紀的な雰囲気とかあってクラシカルなものを使ってたしやっぱりその彼女がその目覚めるみたいな体験そのチェスに目覚めるとともにまあ役,役中になっちゃうみたいな <laughs> したんだけどあここであのねあの引用として。 当時のね50年代の,、ね、<っ>その大作映画の「はい、えと聖夷」っていうキリスト教の映画をやってるんですね。はいはい、でこの音楽を彼女がそのやドラッグをこうやってバックを食べちゃうと思って一緒に流すことでクラシカルな雰囲気とそのサイケデリックな雰囲気をうまあ、上手いこと合わせつつあの青春時代はちゃんと、ね、60年代の、ね、ロックとかが出てきてうんで彼女は、えー、とあんまりそう表に出さないけど友達ん家で聴いた音楽とか結構好きなんだよね。やっぱ 一人で歌ったり自分の家でかけてもう踊りながらその掃除するみたいな、まあ、だから彼女が60年代で生きた女の子であるっていうことも、まあ、うまくその説明的じゃなく結構書きつつ、まあ、本当に好きなチェスみたいな,たいなところはまあかなり演出としてはうまいですねしかもなんか重苦しくなく軽やかな感じ、うん、まあ使ってる音楽もかなりその60年代の、まあ、ある種ベタな部分が多かったんだけど、まあ、ベタになりすぎない感じだったな まあ、あの有名な曲もいいっぱい出てきましたねあの「ショッキングブルー」っていう日本でもカバーされている「ヴィーナス」って曲ありますけど「死、うん、がぜ」ってやつありますけどあ,の、まあ、あれとかをいや入れてくるのは大胆な大ネタだから笑っちゃうところもあるんだけど、うん、うまくその曲のテーマとかも結びつけながら当時の流行ってる音楽を入れてくるみたいなところはあって。

まあ女,性のあの女性女流棋士の,、ね、あの話は実はあの日本の今将棋漫画では結構盛り上がってますね。まあ現に女流棋士の方々は最近人気も出てきたしじゃあ本当に男性に勝てるかどうかっていうことが問われつつあるんですよ。であの実際にその奨励会と呼ばれる、まあ、その女流とあの普通の男性棋士って世界が別の世界だったんだけどその男性の世界にもあの普通に挑戦してるあの女,あの女性の方もいて。 実はまだ突破できてないからプロの騎士は女性一人もいないんですけどままあ俺の予想10年以内にできるんじゃないかと思ってます、ね、<ー>でこれはだからそうどちらかというとストーリーっていうかやっぱフィクションの方が早くてフィクションの世界では結構そ,のそういう女性の、えー、と騎士、まあ、将棋指しの話は結構最近いくつか出てきてますね。 フィクションの後を現実追いついてくるままあやっぱそうだと思いますよみんなのイメージの方がこういうのあった方がいいなっていうことをこう <laughs> そう考えなかったら挑戦しないし逆に言うと、まあ、これを見たらやっぱり女性がそのチェス打つってことは刺すってこともなんかまあよりね説得力があったしかっこいいと思えるわけじゃないですかいやー、うん、本当にこれ「あのスラムダンク見てバスケ始めたみたいな話でこのドラマ見てチェス始める人はいっぱいいるなっていう感じはしました。実際流行ってるみたいな話もあるんですよね。はい そうですね海外ではかなりあのチェスクラブに人が増えたっていう話聞きます素晴らしい、ね、はい、はい、チェス界では待望の作品というか、うん、待ってましたっていう感じですよねそうい、ん、<laughs> うとても素晴らしいドラマですよね、うんうん、まあこんな形でなるとは思ってなかったですねまあチェスの世界はずっとまあそのメジャーな世界大会があるから将棋とかに比べると圧倒的に人数は多いんですけどなんか若干もうその ぶっちゃけ言うと AI には勝てないのは当然だなってしったので、スター性とかを求めるのが難しかったんですよ。で、まあ、昔はボビー・フィッシャーとその海外のスパスギみたいなその対戦がメインだったんだけど、その後は AI に挑戦するみたいな話で、AI の挑戦でもうその AI の時代は、まあ、AI 勝つみたいな形で終わっちゃったから、うん、今後だかステスの人気をどうやって持たせるかっていうと、多分エンターテインメント性とか、なんかそのショーアップとかうまい形なんだけど、うん、やっぱり女性っていうのは一つの,あのその面白い魅力としては。 まあ入るので可能性としてはまだまだ人気が出る可能性はあると思いますねチェイスの世界自体はなるほど、はい、じゃあネタバレなしはそんなところでしょうかね、はいえー、皆さんもぜひねまだ見てない方、えーはい、おすすめなので <laughs> ぜひ、えー、チェックしてみてください、えー、それではここからネタバレトークに入りたいと思います、えー、エンディングの展開であったりとか途中の具体的な展開にも触れますので、えー、まだ見てない方ネタバレ知りたくない方ご注意ください じゃあですね、ネタバレ入っていきたいんですが、あのちなみに私あの、最後の方、一番あの6話と7話かな、はい、結構なんか少年漫画色がすごいどんどん強くなっていくなと思って <laughs> 結構びっくりしたんですけれど加速しましたね、6、7話。びっくりしました。<laughs> はい <laughs> まあなんかね、仲間が大切みたいな話に最終的にから、ね、あそこはね、基本あの全部好きだったんですけど。 あの最後のなんかみんなで協力しようみたいなとなった時はなんかちょっとなんかガラッと色が変わったかなとき気がしてなんかちょっと都合がいいかなって思ったところでした。<laughs> ジョリーンさんの扱いというか、うん、あまりにちょっとこうマジカルな感じがうん最終的にお金を貸してドボッと貸してくれるのも彼女ですし。 しかもそうなんかずっと出てなくて最後に一番必要な時にピョコッて出てくる、はい、でずっと友達だったのよっていうのは <laughs> まあちょっと都合はいいかなと思,、ね、<laughs> 思います。 そのチェスのスピード感を落とさないために途中出さなかったってのも分かるんですけれども、まあ、なんかまあそのちょっとその話を畳みかけてきたかなって感じはすごくしますねその最終決戦の前にその自分のまあ母校っていうかさ故郷とかにもう一回戻ったりしてなんかそのいわゆるそのなんかレ,レトロスペクティブな形にするじゃないですかまあそれは結構定番だと思うんだけど、はい、まあ,あのこの7話っていう結構その早足のなんかドラマの中ではそれはちょっと。 まあ、少しね、<laughs> なんかすごい、あか、あのー、ご都合的な雰囲気にはなっちゃいますね。そうですね、シャイベルさんの部屋に行くのは、すごい感、<ー>感動的。いいいね、はい。まあ<の>、これ<の>、シャイベルの返さなかったのかー、ああ <laughs>、どうも。あ、それは。返したと思ってた。<laughs> シャイベルさんが、彼女の、あの、スクラップブックを作ってたっていうね。うん あ,あれはすすごく気持ちわかりますよ、まあ、僕がだからそういう立場だったらそれはずっと彼女のことを追っかけますよね。だって自分が育てたプレイヤーがさその世界レベルになるっていうのはもう藤井聡太さんの幼少期に教えてたんだたみたいなので。それを、まあ、シャイベルさんはまあ内気な人だったしその後も出てこなかったから実際わかんないけどああいう形で発見するとは非常にいい話だけど、まあ、それとともにあの友達との関係がまあすごくまあいい形でなったのはまあご都合といえばご 都合だけどまあなん、ね、原作とかからわ結構あえて入れてきて彼女がその60年代後半のアメリカ社会の中でその黒人女性の,、まあ都市のアイデンティティ今をなんか目覚める形でやってうん、うん、自分はそのあのなんかその弁護士のところで仕事してくれるんだよとか言って、まあ、頭良かったのかもしれないけど、まあ、そのしかもそれとともに黒人の運動をしてるみたいなことを結構入れてきたから <laughs> まあそれはかなり現代っぽくアレンジしたのかなっていう印象はやっぱしてしまいます、ね。うん でスカッシュやるって面白いけどね。<laughs> なんか白人のスポーツだとか <laughs>、まあ、スカッシュって完全にヤッピーのものっていうイメージだから、ね、<laughs> そう、ね、あの男性チェス仲間とはチェスで会話するけどそのジョリンとはスカッシュで会話するっていうのを象徴的ですよね。<laughs> 体を動かして、まあ、だから、ねはい、ベスはその優位に立てないスポーツなわけじゃないですかスカッシュっていうのはそういう意味でもその一つスタート地点じゃないですけど ベスのこで、はい、立場は彼女とはまた違う関係性を築いてるっていうのはすごい面白かったですね。うん。しいまあ、その個人的には、だからその,、まあ、その王道展開では良くて、その基本的には、えっと、そのソビエトの,あの、まあ、一番最後のライバルに一<ー>回パリ,<し>パリで負けるわけじゃないですか。うん、で、まあ、パリで負けるときのきっかけっていうのは、ある種、自分の孤独っていうものが <laughs>。 その薬物に向かうみたいな形になって失敗しちゃうわけだけどそれをまあそのなんかその、まあ、ある種その周りの人とコミュニケーションしたらお薬はいらないよねみたいな、まあ、<laughs> 基本的な、うん、そうですねセラピーのというかカウンンセリングの、うん、<laughs> そういう形なんでまあ,あの非常にある意味教育的だすぎるところはやっぱあるけど。 まあ、他のいい真,、うん、真実でもあるし、他にいい終わり方とかになると、やっぱりもっとそのやっぱり、その心理的側面を掘り下げた話になるけど、まあ、それはそれで別のもので見ればいいかなっていう気はしました。<laughs> まあ、ただそっちはそっちやっぱり面白いし、やっぱりチェスプレイヤーが孤独っていう話は、まあ、やっぱり、ある意味そっちはそっちは定番だし、やっぱりお母さんと、本当のお母さんと、えっと、義理のお母さん、2人のお母さんが出てきて、それぞれが、 えと一般的な意味の女性のおはようの、えー、と役割を、まあ、失敗したってていうことがすごく強調されてるわけじゃん一方では、えー、と数学者ですごい頑張ってたけどそのどん詰まりになって自殺しちゃう、まあ、ちょっとひどい自殺の仕方ですけど、うん、まあ娘ともともに自殺しようと思っちゃったお母さんがいて一方は夢を諦めるけどどうしようもない、えー、となんか主婦にしかなれないっていう。 でまあ、その2人のお母さんを見つつ彼女がどうやるかっていうのが多分一番重要な話だったと思うんですけど、まあ、そこに対してはあんまりなんか深く踏み込みまなかったところはある。が、うん、そこは少し食い足りないところで正直あるけど。 ただそれをやるとさ、ドラマとしては重すぎるかなと思った。うん、まあそのその話テーマで一本,、ね、本やらなきゃいけない。そう、一本話にはなりますよね。その結局母と娘って意味では、ひ被護者としてはふるま、二人とも振る舞ってもらえなくて、まあ、うん、よくて友達くらいの関係にしかならなかったっていうのが、ねうん、まあでもそれはうん、そうですね。逆にノイズになったんだろうなっていう気はします。結局そのなんというか、少年少年漫画で言うと。 そう、はいパ、パートナーみたいな。そう、なんか <laughs>、はいな、悩んでる悟空とか、そんな見たくないでしょみたいなところは多少あるわけですよ、ね。<笑><笑>だから、母親もクリリンみたいな感じなんですよね。<laughs> あの、まあね、まあ、要はやっぱり。二人とも母親の描き方は、まあ、結構ショッキングな部分もありつつ。わかる、わかるっていうバランスはすごくうまくて、うん、<laughs> まあ、特に、その、規模の母親は。 途中からさ、まあ、本当に彼女、まあ、ある意味かわいそうな人生、多分送ってたんだろうし、まあ、あの娘に対してもちょっとひどいとは思うんだけど、まあ、娘連れ回してお金をもらう形で、まあ、マネージャーみたいな形になるって、で最後の最後に自分の人生をある程度謳歌しながら死んでいくみたいな、はい、まあこれは結構珍しいタイプの描かれ方かなと思いましたね。アルマです,よねすごくなんか好きでしたね、はい、なんていうか、はいうん んかこう演じる役者さんあの今は監督として活躍されているマリエル・ヘラーさんっていう方なんですけど、まあ、ずっと演技やってなくて久しぶりに今回のえっと作品で戻ってきたんですけど、うん、なんかとにかく今回の役をえ受けた理由としてなんか一面的なキャラクターじゃないのがすごいいいなって思ってたって言っててその実際なんかこういい人でもないし悪い人でも完全な悪い人でもないみたいな, <laughs> たいな。 まあなんか人間的だったんですよすごくこのキャラクターなんかどうしようもないところもあるしでも、まあ、ちょっと優しいところもあったりとかで、まあ、見ててすごくなんか映画とかですごいステレオタイプな母親役では全然ないっていうのはいいですね一人の女性のキャラクターとして振る舞ってそして死んでいくっていうのはすごくうつあの感情移入もしますし。 嬉しいいですよねこういうキャラクターが映像の中に出るっていうのはまあ面白いですねこれはなんか描けるのがなかなかそのうまかったと思いますけどまあその彼女のまあだからそのお母さん視点その義母の視点で見ても結構やっぱり面白いくてそのまあそもそもそのアダプテーションっていうかその をそう取ろうと思ったのはどっちなのかっていうのははっきりしないっていうのもまあなかなか面白いんだけど、まあ、おそらくあの2人の夫婦はやっぱうまくいってなかったのは間違いないですね。<laughs> どう考えても。でお父さんはおそらくお金のことしか考えてなくて、まあ、途中からその妻のことをほったらかしにすると。でお母さんは自分でやりたいことがあったピアノでうまくなりたかった、うん、ただその自分の娘が死んだんだっだったっけ、えー、っと子供いたんだけど何かあか、うん、したね。 それだけ果いろいろあって自分の夢を諦めなきゃいけなかったんだけどその諦め方はやっぱりちょっと,諦めめてない感じとして出て出くるわけですよ、ね、だから女性っていうものがもうちょっと自由に何かできてたらこうは慣れてたのかもしれないけどそれが失敗した時のありさまみたいなのを結構ね分かりやすく描かれるからやっぱ結構きついところはある。 ピアノながら弾きながらしかもサティのさ陰鬱な曲をずっと聴きながらさ <laughs> 家にいるとかさちょっと俺だったらその場所にいられなくてそんで <laughs>、はい、男の子だったら家出するシチュエーションですよでも男の子だったら家出するシチュエーションだけど <laughs> あの娘さんはそこは、まあ、ある種の優しさっていうかなんか不思議ななんか共感力みたいなものもあってお母さんのことを理解してるか知ってないのかよくわからない立場で結構コミュニケーション取るんですよね、うん でそこがやっぱり男女,男女関係だったら、まあおまあまあ、息子とお母さんだったら絶対ありえない気がするんだけど、まあ、娘だったらああいうこともあって一緒にショッピング行ったり一緒に楽しいことをすることは楽しいからあの同じような趣味持ってるしみたいなところあって、まあ、あの友情なのかなんだろうね <laughs> 友情なのかある種の山師みたいな,なんか商売なのか分かんない2人の関係はすごくあのなんかキュートといえばキュートなところありますね。 毒親のだったら、多分そのベスさんがむしろ母親代わりの立場になってみたいな感じになるんですけれども、割とそこまで踏み込まないのも良かったですよね。まあ一部ね、風邪ひいてちょっと看病してあげる <laughs> う<ん>。<laughs> 微妙なラインで、そこまでそうですね、そこ描,き描きすぎないというか。そうですね。まあその辺のバランスは本当良、うん、かったですね。意外にも、ね、結構早く いなくなっちゃったなと思ったんですけど、はい、ずっと彼女と2人でやっていくのかなと思いきや、まあね、結構ね、4話ぐらい、3話ぐらい。メキシコシティだから3、4話あたりですね、3話ぐらいで死んじゃって、4話ぐらいにその葬式の問題みたいな。で、はい、も、あの最後のフィナーレのメキシコシティのシーンが、その中でもすごい、舞台的にも華やかでエキゾチックかすかないので、ね、あ,はい、あのメキシコシティってこんな素晴らしいところなのかと思いました。最後のシーンは、彼女がホテルのベランダに立ってて、どん,どんどんどんズーム。 アウトしていいいくみたいなところの映像もすごいよかった、うん、まあ,あの背景はねおそらくこれはほとんど CG とかマット画でごまかしたと思うんですよ。とはいえあのそのなんかこのチェスっていうなんか世界を描くためにいろんな豪華なホテルを描けるっていうのは <laughs> まあある種女性史的な楽しみとしてはすごくいいですね。<laughs> えー、<laughs> いやチェスあのホテルの吹き抜けのロビーでやってるのっていうのが絵になりすぎてて、ね、おしゃれなスポーツだなと思いました。<laughs> はい <laughs> ここにて将棋も負けけてないすどねの場合は、か素敵な旅館ですごい和風の建築の中で売ってるんで、そそれれはで負けてないいいですね。じゃあ、やっぱり映像化のチャンスが。クイーンズ・ギャンビット、将棋版をネットフリックスが、ジャパンが。あと、だから、ネタバレ関連すると、やっぱり恋愛関係ですよね。これも完全に踏み込まずに終わるという不思議な話だったんですけど。 そうですね。誰とも結局あの深く恋愛関係にはならなかったで。でもこの子は当たり前だけどもうモテモテで出てくる男とは全員関係持っちゃったぐらいの話になってて、あのー、まあそこはそこで面白いんですけど、まあいろんな形の男性系のが出てくるんで。<や> <laughs> 山田さんどうでしたで、はい、その恋愛の？いやあこうなるんだなって思いました。私も本当最初すみませんちょっと話しちゃったんですけど、そうジャンプ的な感じで見てたので、うん、あ。 女性キャラだだとこうなるんだみたいなすごいこうカラッといやでも多分現実はそうはいかなさそうな気はするんですけどやっぱりそのねそういう関係になっちゃったらやっぱ執着する人もいるかなと思うんですけれどもでもあのベスにとって本命の新聞記者の方っていうのが本当に初恋の感じがその相手が来るのを待ってその辺でフラフラしてるみたいな感じがすごい可愛くてベスのまた会いたいなみたいな感じで。 階段でで待っててでその思いをずっと持ってたけどその人とはどうやっても成就しないみたいなのはまあ、うん、そのですが他の方と深い仲にならないっていうのの説明にはなってたというかほぼエクスキューズみたいな感じではありましたけどちょっと最後のシーン笑っちゃいました「僕がいるぞ」みたいな感じで「あいるんだ」みたいな。<laughs> あ, <laughs> あのロシアで現れた時そ ね、声出して笑っちゃいました。<laughs> あ私多分、そのそ彼が、彼が、の、そのベスにとって、もう本当に大切な。厚恋の人なんだっていうのを、多分、あんまり登録してない、なはい、理解してなかったので。<laughs> お、出てきた。<laughs> <laughs> いるんかいみたいな。<laughs> まあ、新聞、新聞記者っていうか、そのチェス雑誌の記者っていう形にすることによって。あの、本編のストーリー、にあまり絡まない形にはなったんですよね。でも、でも、そこは一番、なんか、ほ、なんか、なんか、その。 要するに本命。 の,あの好きな人っていう設定をすることによって、まあ、あんまりドロドロはせしなく最後は一応初恋だったみたいなふうに終わらすっていうのはまあ面白かったですけど、まあ、かの彼との,その接点の話はまあまあ結構いろいろ解釈はできるところでラ,ラスベガスでねやっぱりそ,のそれとない雰囲気にはなってるんですけど、はい、そこはそ、ね、あのやっぱりその恋仲にならないんだけどそれとともにあいつ男と一緒に泊まってるところがあって俺この人あのなんでこの人と一緒にいるのって言ってベースはすごいなんかどぎまきしてるんですよ。<laughs> 写真撮られてる シーンとかチェスやってるシーンで,であの辺の描写の仕方がすごい面白かったですねうまいっていうかあんまり説明しないけど確かに実はこ,この人はあのうん、女性には極関心もしかしてないのかもしれないしまあ、女性も関心あるし男性と仲がいいのかもしれないとかいうふうに書いててうん、うん、まあその辺はかなり現代的なあの描き方ですね そうですねちょっと確定判断はしかねるけどまあもちろん人のねプライベートを確定判断していいものでもないしなみたいな。かんないいしはただあの相方のやつが妙になれなれしいとか、そのあとプール行ってくるよとかあからさまなね感じ。あからさまな感じしてて、これ男とって仲良かったらあれぐらいはあるんですけど、うん、まあ、一緒にいす。から。ただ、お前らあれダブルベッドに泊まってんのみたいなところもあったりして、ちょっとね、わかんないですよ。 ラストだしたからやっぱり彼も投て言ってますけど、<laughs> ああそうね。まあ、彼自身はなんか自分もちょっと分からなかったごめんねみたいなごま汗ぶりみたいなのでごめんねみたいなことを言って。 言ってませんでしたっけね、うん、なんか彼自身もちょっと。うん,うん、なんか。うん、いや、やっぱり、もしかして気を持たせた可能性はあるっていうことは、やっぱり、あの、うん、意図してましたけど。おそらく、まあ、彼は多分、女性のチェスプレイヤーとしての魅力に、かなり惹かれてたことは確かなんですね。うん、最初の頃から、結構、あの、すごく惹かれてたんですけど。どうも、なんか、恋愛じゃなかった感じはするんですよ、ね、大して。<laughs> うーん。いや、でも、髪かき上げ。 まあそうか写真撮るのに必要だから髪をちょっとセットしたいやー。やうぶりあれはは <laughs> やあ<ー>あれれりなやつでしょ <laughs> まあでもあれぐらいの関係で描けた方が、まあ、ロマンスとしては、まああの綺麗な形で終わりますけどね。<laughs> まあ、なので、ベスは他のチェフスプレイヤーや仲間に愚痴ればいいと思います。すごい思わせぶりだったわみたいな感じで。<laughs> あ,あ,いつあいつね、なんかそういうことやってきて何も気がないのよみたいな。で、まあ、他の,の,、ね、の友達があんまり。 そんなに同年代のがいなくていない、ね、ちょっと最後にクレオっていうのがちャろっと出てきたけどまあほにそんな深くね友達になったわけではないと思うのでまあでも自分の一番好きなものの話できる相手が友達になるのはしょうがないというか,か、ねうん、したいですもんね、うん、まあ、うん、そ,のその意味では一番おせっかいかつ優しいやつはあの名前忘れましたけどその同じ町なんだから。 ハリーハリーベルティックかな、ハリー・ポッターのダドリー役なんですよ。そうあとこいつがね、うまいっていうか、適度にちょっと気持ち悪い雰囲気を出してくるいや、でも最初の対戦の時は、本当にちょっと、やっぱベスの剣を描写されてたこともあるかでも、ある意味、ベスに一番惚れてるやつはこいつだったわけじゃん。そそううででですすねね最初 俺は別にチェスは好きじゃないんだとか言って泣き落としにかかるあたりとかは、なんかまあ気持ち悪いのと、まあこいつの順調さが分かるっていう意味では結構面白いキャラクターですで。結構彼もなんか早かっのような気がしますけどね。なんか、まあ,でもあ、まあ、リアルかもしれないね。なんか、その直接彼女にいや好きなんだけど、うんたらかんたらって,てなんか言うんじゃなくて、勝手に組み取って、あ違うって自分でね、っていく。まあそうね。傷つくのが怖いのかもしれないけど。 やっぱチェスがね読みのゲームだから相手の筋肉とああそうよ。でないああなるほど。俺はいくらこの子好きでも <laughs> この子はもうトッププレイヤーで、もう女の子でもうほとんど俺があの付き合える相手じゃないっていう勝手にねあの自己解決するやついると思う。それじゃないかもしれない <laughs> <あ>なんか実際のチェスプレイヤーの人たち<ー>みんなその相手をなんかその読むのが上手なんだとしたらこのドラマがそのなんかね。 におわせだけでなんかにおわせとにおわせとなんか早がってんで、そああれで高値の花花すぎたからあのあの自分からあの逃亡したみたいな感じで、あだってそれがなんかそのなんていうのマナーというかなんか行事団みたいなのもチャイベルさんが言ってましたもんねスポマケシップてやってましたもんね。 負けるってらたあま自分からまあ、まあ、結果的にそれがドロドロしない話になってて、まあ、本当だったらこれドロドロして結構男同士も嫉妬したりなんかその関係あるのは何だろうってなるけどその男同士がみんなチームになって後から応援してるから、ね、<laughs> そこがなんかすごい、まあ、フィクション的な良さっていうかでで<あ><前>でもじゃあ恋愛ドドロドロしないためにはチェスをやれってことですねそういうあのゲームを考えるからゲー,ムゲームっていうのはある意味その我々のプライベートの関心からあの。 無縁でいられる理想の世界みたいなところあるから。うん、まあでも、聖域ではあるわけですよね、チェスっていうのは、やっぱり。そこではフェアで、や、あの振る舞わなきゃいけないし、そこでは、その例えば、その身分の違いとか、違ったその年代とか。関係なく、あの一緒に相手できるよっていうのは、まあ、ゲームが描く理想としては、やっぱそういうものだと思うんだけど。うそういうことだったのか。ほかに、どうですか、の、ネタバレありで、なんかこの場面、印象に残った場面とか。 あとの60年代の話だけあって、ロシアのキャラが本当にロッキー4ぐらいのロシア感っていうか、ロシアの最終決戦のところのなんかその会場がなんかもう <laughs> ザ・悪のホテルみたいな感じの。対するはチェス・サイボーグみたいな <laughs>。いや、でもなんかあのー、ね、これは60年代もあるからボそう、ボンド映画と似てて、ボンド映画のさ敵のところに乗り込んだ感じがするよね <laughs> あれはだか,らか,っこかったけどね。<laughs> かっこいいですけど。 今だったらああいう話にならないっていうか、うん、昔の話のいいとこ取り <laughs>、うん、そうですねまあでもそこはあのねチェスハードボイルとんかあの映画とかドラマ作ればいいんですけどあのちょっとギャグ方向で韓国はだからその囲、e、碁のやつでやってたりするからまあできなくはないと思うんですよまああと、うん、そもそも囲碁、まあ e、うちでもレビューし出してないですかなんだっけあれ神の,<ー>神のはい,はい、はいうん。あれとかもあるしわ、えっと、かりますよあの映画ね <laughs> まあ、あと、そもそもボンド映画ってさ、カジノロワイヤルみたいな、そのなんかそういう<ー>なんかネタもあるから、まあ別にジェームス・ボンドチェスしてもいいじゃんっていうのあるからね。<laughs> あのチェスしながら秒読みで何か次元爆弾があのあの解除しなきゃいけないけど、あのなぜか知らないけど、ジェームス・ボンドはチェスやらなきゃいけないとかね。<laughs> <laughs> そうですよ、カジノロワイヤルはあれですもんね。手の読み合いではありましたもんね。そう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 。まあだからか、<っ>可能性はかなり開いてくれたなと思いますよね。すごい頭脳ゲームの 映画の描き方。まあ、それ自体は地味なんだけど。あと、将棋。あ、ごめんなさい。あ、すみません。いや、将棋は、みんなで封じ手を話し合うっていうのはありなんですか、封じ手のあと。あのね、これね、俺もね、チェスがどれくらいあのなんか許されてるかわかんないけど、現実には止めようはないですね。だって、南京しなきゃいけないじゃないですか、最終的には。その人をね、あの、実際に相談させないっていう。 うん、だから基本的に将棋の対局の時は封じされた場合その人は別にその宿屋に泊まってあるけど、まあ、あんまりそれであの何か話したってはっきりしたことは出てこないです。なんですけどもちろんインターネットもつながる時代だから自分の対局を再現したりあと他の人と情報を共有することはまあ可能とは言えば可能なんですけど、まあ、こうやって表立って描かれることはまあ僕は聞いたことないですね。 推奨されてはいないっていう。もうでもあの劇中の描かれ方はもうそういう文化が存在するくらいのレベルだったので、あチェスもそうなのかと思いましたけど。あなんかあのボルコフが相談し合ってるじゃないですか。で見た時になんか結構ベスがなんかなんか衝撃なものを見てしまったみたいな。ええやるんですか。ダメなんダメなんだけどやってるのを見ていやもうだったら我々もチームで戦わなければみたいな感じになったのかなと。 そうです最終的にチームプレイになるっていうのがクライマックスの思いどころなんですけどそこのもうスタンダードな、うん、マナーなのかっていうのが分からなくて結構不思議な気持ちにはなりましたね。まあでもあく,あくまでも封じてだからその相手の、まあ、封じ手自体が理解できてなかったこの話はあんまり分かんないけど相手の,その手がまず公開されてない状態で読まなきゃいけないわけですよ。うん、だから相手がここここうしてうう、ね、うししししたた場場合合はははててっ意味では確かに あの人が多い方が有利にはなるとは思うけど、まあ最的に結果的には指し手に委ねられるんで、ね、いいその例えばこの前そのあの、藤井聡太君が話題になったあの、まあ、同,同飛車っていうか、相手の,あの銀貨なんかを飛車で取るっていう手は、あのその、えー、と局面が出た時点で、この,あの筋は打ち筋はあるってみんなすぐ思ったんです。でも報道でも、はい 予予想想はされてるるんんでですすすよよよくただ重要なことはその差し筋はありえるけどこんな大胆な筋はその後なんか局面として有利になるか分かんないからこれはさすがにやんないでしょって思ってたらやったんですよねだからまあみんな驚いたんですけど、まあ、やっぱりその度胸っていうまあ結果的にはそのやっぱそのプレイヤーにかかってくるのでまあ究極言えば有利不利はある気がするけど何とも言えないところはあります。 相談するるってことたいはなるほどねあの最,最後なんかチームプレーになった時なんかなんか違うなと思って <laughs> なんか今まで一人でやってきたのに急にチームチームの力でみたいになるのかと思ったんだけどでも最後はなんかそのね,そうねシミュレーションから外れた時に、はい、彼女があの天井を見てねその、うん、自分の力で最後はやってたので。うん あれはその結局薬物で見てた映像ではなかったんだよねっていうのが美しいというか、うん、彼女個人の力には戻ってきたっていうまあ <laughs> 頼らずにもできるみたいな、うん、まあ、はい、あとはその何ていうかその指し手をあの想定して他の人と共有するっていうこと自体はその何だかな別にその 結局のところこういうなんかランダム性がないゲームってどれぐらいの人と会話できるかみたいなところなんですよ結局。でベスはずっと過去の人の本を読んでたしあのシャイデルさんに書いたなんかオープニングの「なんとか本」とかっていう本を大変に書えてるんですよまあ,あれも本当は昔の人が書いた人とコミュニケーションしてるようなもんだけど、まあ、そこの本の虫に閉じこもるんじゃなくていろんなプレイヤーと対戦して、まあ、経験を持つことによって上手くなるよっていうまあごく当たり前のことをやった集大成が最後だと考えれば <laughs> まあいいかなと思います、ね まあ、特にその、えーとね、ベースはさ、あのえー、とボ,あのボビー・フィッシャーみたいなあの変わったやつ。名前がねーベニー、ベニー・ワッツ。ベニ,ーかベニー・ワッツにあのかけ、ま、かけチェスで負けまくるわけじゃん。あ<ー>あ<ー>、早指しですね。いいチェスだから、はい 彼女が実はその完璧ではなくどこかの部分には苦手意識あってまあエンディングが下手ってエンディングっていうのは終盤戦のことなんですけどエンディングが下手とかいろいろ下手な部分があるんだけどそれをあのキャラクターが埋めてあげていく行為まあ、これは、まあ、悟空がいろんなやつと戦って強くなるみたいなことなんだけど <laughs> <laughs>、まあ、それはそれでやっぱりすごくあの分かりやすくあのその。 本当にそうだし。まあ、うまく作劇中にも入れてくれたかなと思います。はい、うんまあ、なんかなんかエンディング弱いとか、あの早指しがあんなに下手とかちょっとよくわからない気がするんだけど、ね、実際問題うそうですか。うんどちらかというと。なんかその基本的にはチェスは今のチェスはかなりガチガチになってるんで、あんまりその個人でやってても、うん、あの到底立ち向かえるものではないです。でも、なんかそのあの中の表現では、彼女は結構大胆な手をして、あのかなり。その。 あの相手を威圧してくるようなプレイヤーだっていう説明はされてたんですけど、まあ、それであこまで勝ち上げてああの上がれたんだったら本当に天才,天才すぎるだろうと思います <laughs> で。スメチェスも全然やんないって言ってましたもんね,ね。そうそうそう、プログレムをバカにしてるっていうね。うああいうのはねチェスオタクがやるもんだから私はやらないみたいな感あってく <laughs> <laughs> れない。<laughs> 面白かったんだけど。<laughs> はいはい。どこ あとドローってチェスあるんですね。ああそうなんですよ。これもね、はい、ちょっとこれは説明しつつだと思います。はい。えっと将棋にもドローはありますけど、チェスは圧倒的に実はドローが多いんですよ。ああ、はい。えっとその割合たるや<ー>えっと三割くらいドローです。へえー、なそれはどなぜですか？えっとチェスは簡単に言うと終盤戦っていうのは駒が減っていって使える駒が少なくなります。 下手すれば3つぐらいになるんだけどその3つの組み合わせによってこれが解決できるか解決できないかっていうかそのつまりチェックメイトが成り立つかどうかっていう条件があるんですよ。一生 <laughs> <ん>終わんないみたいなことですか一生終わんないことになりま、はいです。だからチェスのコマがある程度なくなったらもうこれはドローにしますってなるのがまあよくあるドローだしあとはえっとそのドローの,えっとそのオファーっていうのができるんですよ。はいや,やってましたねって。これは自分がちょっと不利になった時に言ってこれでドローしていくたらラッキーってことですよ。 でもちろん受けるも断るも自由なんだけどこれ結構読み合いでフォ <laughs> ーカーとかあの、まあ、海外の人西洋人が結構好きなモノポリーみたいな感じですけど本当に交渉なんですうんでそういうのがあって結果的にはかなりの確率でドローが多くて特にこの、えー、のえっとそドラマ内でも説明されてたんですけど白と黒、えー、白が先手で黒が後手なんですけど、はい、白の勝率の方が圧倒的に高いんですよ うんまあ、まあ将棋もぶっちゃけちょっとそうなんだけどその高さっていうのは将棋なんかと比べもならず白だったら基本的に勝たなきゃいけない黒だったら負けなずにドローすればいいみたいなところがあるんですよプロだと。えー、へー以後はその石の数がそもそも多いですよね不利な方は最初数えるああまああのそのえっ、ー、とそれもありしあと、はい、その3で戦頭かするときは最初にあるって置いたりしますしうん まあ、いずれにしろ、結構その将、あの将棋に比べて、あのチェスはね、なんかそ、ともかく引き分けが多いっていうのは事実で、その結果、ドローをするっていうのは戦略の一部になってて、だから実際には、えーとえー、とあれ、何戦やった二、まあ、?24 戦とかでやるんですけど、それとポイント対決で、まあ、ここは勝っておくから、最後までドローを断って勝ちに行くか、これはちょっとその下手に勝ちに行ったら失敗すると、待ちしいから、ドローを受け,受けるかみたいな、結構、心理戦も実はあるんです。う なんかそういう知識を知った上で見てトナさんとさらに <laughs> さらに楽しめそうですね。理由ならなんだろうなう今の面白いとました。まあそうですね。そういう楽しみはありますし、あと僕がやっぱりあの関心引いたのはネタバレということじゃないですけど、まあチェスっていうものが持つその象徴的な文化って実はいろいろあって。 ま,あまずこの60年代の,そのボビー・フィッシャーの話とかあとはそのえっ、ー、とまあそのチェスあス世界大会みたいな現実の話とともにまあすごくやっぱ思ったのはやっぱりルイス・キャロルの影響は少し感じてましてー、えー、ルイス・キャロルはその不思議な国のアリスが日本では有名ですからトランプなんですねトランプ・ベインカー、うん、で 神の国にあるさ、もう丸ごとチェスの小説なんですよ。で、やっぱこれすごい有名な話かつなんかいろんな元ネタになってて、えっ、ー、とまあその一部がやっぱりちょっと出てきてるっぽくて、えっ、ー、と不思議な双子がいたじゃないですか。あ、個人のああ個人のチェスのチェスにいつもあくついてくるあの向かの二人人ですね。そう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 。あいつらなんだよと思いましたん、ね、でさ。思った。 何かう,あ<ー>うさんくさい設定だと思うんですよはいましたあれはおそらくえっ、ー、とトゥイリーだドルダムとトゥイドルディのあのマイクにアイスの中に出てくるキャラクターのオマージュだと思うんですよへえ、はい、んかマイクとマックとかいうなんか似てるな名前ので <laughs> いつも二人で言っていうね<ー>なんかまあそういう1番目の最後のあの薬を、うん そそ<が>そうううかちょっとど,どちらかというと不思議の国の方なんだけどやっぱりかなりルイス・キャロル的な要素多いんです。お<ー>でこのルイス・キャロル要素っていうのは実は我々は思っている以上に西洋文化によってはかなり重要でうん、うん、えっと西洋文化のまあ実際には19世紀のものだけど影響を与えたら60年代のヒッピーカルチャーなんですよ。ヒッピーカルチャーの人たちもルイス・キャロル大好きで。えっとうん、うん この映画には出てこなかったけど「ホワイトラビット」っていうその白いウサギが、ね、追,い追いかけていったら穴に落ちたよっていう歌とかをその時代の,あのサイケデリックロックの人は歌ってああでもちょっとトリップ体験と近いものはあります、ね、そう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  <laughs> ルイス・キノンドってどっかねなんかやっぱりアナーキーだったりなんかそのサイケデリックだったり <laughs> なんか価値伝統的なところあるじゃないですか。うん なんで、うん、そういった意味では、このルイス・キャロルの精神みたいなものを、この映画には結構よく入ってて、映像的にもそうだし、そもそもあの鏡の,の場面で打つっていうのも、かなりルイス・キャロルっぽい雰囲気が感じますし、そもそも鏡の国アリスのテーマっていうのは、えっと、要するに、えっと、鏡だから、安倍小べになると思いますね。で、あべこべっていうのは、要するに勝つ転倒なんですよ。まあ要するに女性と男性ギャ逆になったらどうなるかみたいな話でもあるから、まあ、結局この話の結構、そのなんか、 根本的的ななな思想ににははかなりルルイス・キャロル要素を感じられるのが個人的にはまあ好きな部分ですあそもそも彼女の髪型とかは多分アリス・リデルの有名な撮影の髪型を真似したんじゃないかとすら思う最初の個人の時の,そのお,お,おかっぱパッツみたいなやつがね。へ、うんえー、じゃあ映像的にはそうちょっとビビッドな色彩の感じとか、うん、模様が多かったパターンが多かったりする感じとかももしかしたらアリスの影響というか。 そうです、ね、あまあ、とともに、チェス版のまあチェッカーボブのなんかその銀ンガムチェックとかそういうのもいっぱい使うとか、うん、あとはその遠いんが、ね、いて、あ、エンディング書こうか。エンディングないぞ。まあ、あれちょっとね、多分ソビエトっぽいアソビエトアートみたいな感じの要素も多分入って、そうだけど、まあ、チェス、チェス、チェス、加えイうテ、うん、まあ、いずれにしろなんか結構その文化的な要素をチェスっていうハブを。 作りながらいろんなところ引っ張ってくるのはなんか羨ましいなって思ってて, <laughs> そ,てそれでいておしゃれにまとまるっていうのはうんなんなか無く、うんうんうん、やったなと思います将棋の子もちょっと立体的な感じにしますそうなんですよ将棋の前に <laughs> <ん>将棋の前で、ね、こうはな,らなから将棋の <laughs> <laughs> ま下からにしますか <laughs> 天井じゃなくてまあ、ねまあ、頑張ってほしいですねまあ将棋は将棋で人間ドラマの話とかそういったものが 実はいっぱいあって、まあ、昨今の映画の中ではあの村山聡の青春っていう映画とかすごい頑張って撮ってますよそもそもドラマティックな,在な題材なんだけどやっぱあの、まあ、将棋の人間ドラマっていうものは結構やっぱり面白いんでんみんな結構反骨精神にあふれてたりやっぱりちょっとおかしな人がいたりするとかはやっぱ面白いですね師弟関係とか,あったりとかそうですね師弟関係とかなるほどね まあ、クイーンズ・ギャンビットは、まあ、リミテッドシリーズなので、まあ多分これで完結、まあ、ヒットしたから続編作っちゃいましたあるかもしれないけれども、<laughs> あるかな、どうかな。<laughs> なんとなくもう話は出なくはなさそうですね。<laughs> <laughs> うん、やろうと思ったら、もっとね、はい、まあ明るい方に行っちゃいそうですけど、もアディクションの問題。<laughs> まあ <laughs> なんかそう チェスとかこういったものを題材にするのが基本的には結構マニアックだから有利じゃないっていう認識はあったと思うけどこれでなんか違った形でできるんじゃないっていうことあるかもしれないですね。新たなチェスジャンルの映像が、まあとかうん、あるかもしれないしもともとそれこそポーカーとかあとはまさしくウォルター・テイビスがやってるんだったらそのハスラーは、えっと、ビリヤードだけどねそういったのって、うんまあ、ところどころあるんですけどね。 映画の題材としてやっぱりプロプロとかその、まあ、勝負師みたいな人のなんか生き様描くみたいなもちろん男臭い文化であること間違いなくて <laughs> 基本的にはおっさんとか,あのなんかニヒルな男がやるもんとして出てくるんだけどまあこういう形でもできるんだったらまあそのなんかそうだな女の子が一緒に何かやるっていう意味では いくつかそのハリウッドの映画を作ってますから、そういったものとして、なんかチェスクラブの話とかは結構面白いですね。キャラクターがいっぱいいて。クラブ、クラブ、い部活もの、部活もの、青春もの、いいですね。女の子だけのチェスクラブの話とか、そういうのは全然あり得るし、ちょっとコミカルに描くことも可能かなと思うまです。あの、ベスの最初の試合相手の子、すごいなんか、かわいかった、かわいくて。あれね、俺は自分を見てるようで恥ずかしくない。なんか、典型的にチェスオタクの会話だよね、あれ。 あーだって内容まで覚えてもうチェ、チェッカーってチェスより新しいの知ってるとかさ、まあまあ、俺も子供の頃知ってそれは確かに衝撃的だった。チェッカーってのはチェスのコマでするよりシンプルなゲームなんだけど、実はチェスより後にできてるんだよ。<laughs> <laughs> そ,そんなことさ、別に誰も興味ないじゃんと思うじゃん。<laughs> で<も>面白さが分からなかったです今の。いや、<laughs> 興味ないと思うじゃん。でも、ス好きな人にとっては興味あるの、大体。知りたての人にとっては。<laughs> はいね。<laughs> すごい はい、というわけで、えーはい、クイーンズギャンビットについてね、はいはい、語ってきました。えー、皆さんもぜひあのクイーンズギャンビット見た方、コメントで感想を教えてください。えと、ー、いうところが良かったとか、えー、もしイマイチなところがあったら、ぜひコメントで、えー、感想を教えていただければと思います。はい はいということで今週の銀幕にポップコーンはここまでにしたいと思います、はい、皆さんご視聴ありがとうございましたありがとうございました,ま,したまた来週おチェックメイトですかチェックメイト <laughs>